8月1日号ウィークリーキャッチ、久江香織子です。さて8月になりました。日本も全国的に梅雨明けしたということで、これから一時帰国の方は暑さ対策をお忘れなく。それではまずこの1週間 ABC ワールドニューストゥナイトが放送した主な項目を振り返ります。アメリカ海兵隊員16人を逮捕。メキシコとの国境で不法移民の密入国を幇助した容疑や麻薬犯罪に関わった容疑などがかけられています。ネズミだらけで人間が住みたい場所ではないとトランプ大統領がツイッターで民主党の有力黒人議員の選挙区を非難。議員がトランプ政権の不法移民への対応を激しく攻撃したことへの対抗措置とみられていますが、差別的な発言だとして波紋が広がっています。イタリア・ローマで旅行中の10代のアメリカ人の男2人が警官をナイフで刺して殺害、逮捕されました。麻薬の売買に関わっていた疑いがあり、現地当局が調べを進めています。カリフォルニア州ギルロイで行われていた特産品のニンニク料理のイベント会場で19歳の男が銃を乱射、6歳と13歳の子供を含む3人が死亡しました。男は駆けつけた警官に現場で射殺されました。続いてこの1週間の ABC ニュースから気になるニュースを紹介するニュースピックアップです。はじめに、金融大手キャピタルワンでハッカーによる不正アクセスで1億人を超える顧客の個人情報が漏洩した恐れがあることが分かりました。これは FBI 連邦捜査局が公開した容疑者の家宅捜索の映像です。FBI は今週、キャピタルワンの顧客情報1億件余りに不正にアクセスしたとして、シアトルに住むソフトウェアのエンジニア、ペイジ・トンプソン容疑者を逮捕しました。大手銀行の情報漏洩事件としては過去最大規模だということです。FBI によりますと、トンプソン容疑者は今年6月、ツイッター上に犯行をほのめかす内容を投稿し、その1ヶ月後にキャピタルワン側で不正アクセスが確認されました。2005年以降のキャピタルワンの顧客情報で生年月日や住所のほか、クレジットカード関連の情報、14万人分のソーシャルセキュリティナンバー、8万件の銀行口座番号が外部から閲覧できる状態になっていたということです。100 million is a huge number. It means your data has probably been compromised. I know mine was. キャピタルワンのフェアバンクス CEO は声明で、今回の件を謝罪し、捜査への協力と自社のシステムの改善に努めるとしています。被害に遭った顧客に対し、キャピタルワンは速やかに通知するとした上で、クレジットモニタリングとなりすまし被害から顧客を保護するサービスを無料で提供するとしています。容疑者は元 Amazon.com の技術者で、今回キャピタルワンのシステムに不備があり、そこにつけ込みハッキング行為を行ったとみられています。キャピタルワンではすでにその不備は修正したとしています。またキャピタルワンは被害に遭った人に連絡するとしていますが、電話で個人情報を求めたりすることは絶対にないので、こうした事件に便乗する詐欺行為に巻き込まれないよう注意を呼びかけています。次です。ニューヨークで炎天下の車中に父親が子供を誤って丸1日置き去りにし死亡させる事故がありました。父親は過失致死などの容疑で逮捕・起訴されました。起訴されたのはフアン・ロドリゲス被告です。捜査当局によりますと、被告は先月26日、ニューヨーク・ブロンクスの職場に車で出勤する途中、デイケアセンターに預けるつもりで1歳の双子の子どもたちを後部座席に乗せていました。しかし、それを忘れて仕事に行き、8時間後、仕事を終えて車に戻った時に動かなくなっていた双子に気づいたということです。双子は後に死亡が確認されました。捜査当局はロドリゲス被告を過失致死罪と子どもを保護する義務を怠った罪で起訴。裁判所では被告の代理人が悲劇的な事故だったと弁護しました。一方、フロリダ州でも今週、デイケアセンターの前に止めてあった車の中で2歳の男の子が死亡しているのが見つかりました。さらに、止めてある車の中でぐったりしている子どもの救出劇も全米各地でたびたび報じられています。今年同じような状況で死亡した全米の子どもの数は先月末までに24人に上っています。当局は不注意が取り返しのつかない事態を招くとして、幼い子どもを車に乗せるときは十分に注意するよう呼びかけています。締め切った車内の温度はたとえ日陰に止めてあったとしてもあっという間に危険なレベルにまで上昇します。また子どもの体温は大人の3倍から5倍のスピードで上昇すると言われています。2018年は過去20年で最多の52人の子どもが締め切った車内で死亡しています。こうした事故の半数以上が子どもがいたことを忘れる置き去りです。子どもがいたことを忘れるなんてあり得るのかと思われる方も多いかと思いますが、専門家によりますと、日々のルーティンが少し変化した時など疲労やストレスが加わり、脳がオートパイロットモードに入ってしまうと思いもよらないミスが生じるということです。くれぐれもご注意ください。以上、ニュースピックアップでした。それでは映像トピックです。熱波に襲われたテキサスである朝の出来事です。湖のほとりにあるドッグラン、犬が水遊びを楽しんでいます。朝気温が上がらないうちに犬の散歩とはいえ、熱波の中すでに30度を超えています。勢いよく水に飛び込む犬を見て飼い主も涼んでいるようです。犬も人間も朝のつかの間の散歩の時間を満喫です。さて、来週から2週にわたりウィークリーキャッチ夏休み特別企画をお送りします。常識も文化も違うアメリカで日本人が子育てをすることはとても大変なことです。そうした中、子どもが障害を持って生まれた場合どうしたらいいのか、ある家族の歩みをお届けします。それではどうぞ素敵な1週間をお過ごしください。ごきげんよう。